今ですね、日産の、ハイパーパンクという、コンセプトカーの前に来てます。今こんな感じ、中もですねものすごいアグレッシブなデザインになってますね。こう外側もかなりカクカクした、デザインになってますけれども、この中側もですね、まあ、トゲトゲって言ってもいいんですかね、この三角形を基調とした、トゲトゲした、ね、あの角張ったデザインで、まとまっているような形になってます。はい。でタイヤもですね、ブロックパターン自体も三角形を基調にしてますね。でこれちょっと一周してみましょう。はい、ここでシューッといって、まあ、ライト自体が、まあ、どれがメインのライトかちょっと、ね、コンセプトなんで分かりにくいですけど、やっぱりこう最近の流行りの、なんですかね、メインのライトがどこにあるかわからないみたいな、もしくはこうたくさんの、ね、ライトをつけることによってメインのライトにするみたいな、 LED 特性の特性を生かしたヘッドライトになっているような形ですね。でこちら横から見るとこのような形で、まあ、かなりですね、まあ、前傾、スラントしているような形になってますね。ウィンドウは寝ているものになってます。まあ、ある意味このなんですかね、アニメというかこのポリゴンチックなものをそのまま、まあ、うまく使って、まあ、ただポリゴンなんだけれどもこの角はちゃんと落としてあるみたいな形になってますね。はい。でこちらのシートとかも全部ポリゴン、カクカク三角形でできているというような形になってます。テールランプの方はやっぱり立体的な造形でですね、日産のロゴがもう浮かび上がってますね。こんな形で非常に綺麗な感じになってます。はい。でテールランプはなんかフロントのライトのデザインにかなり近いような形になってますね。はい。そんな感じ。はい、開きました。そしてこちら中入っていきたいと思います。ですね、こんな形で、ハンドルは四角くなっていて、そこにモニターが入っている。でその上にですね、3面の LED 液晶パネルかな、でですね、まあ、なんか左側ちょっとアニメーションっぽいものも入ってますけれども、まあ、かなりなんかコミック風な、アニメーションが今流れております。はい。でまあ、アクセルとブレーキペダルということ、まあ、この辺はコンセプトカーチックな形になってますね。シートはもうものすごい、薄いタイプになってます。でシートベルトも三角形の、バックルになってますね。はい。なんか後ろもなんか尖ってるけど大丈夫なのかな。はい。こんな形になっていて、まあ、非常にですね、内側のドアの内側もこの三角形のような状況になっているようです。はい。そして左側も今開けた状態になります。はい。この状態でまたちょっと一周してみましょう。はい、はい。そして、こんな感じですね。ガルウィングで両方の、ウィングが開くとこんな形になっているというようですね。はい。一応この折り紙みたいなカットを入れることで、見える角度によって、うん、実はちょっとボディカラーが紫っぽく見えたり、こう青っぽく見えたりっていう、こうなんか一筋の一色のカラーにならないっていう。なるほど。なんか今のやっぱ若者ってそういうギミックであって、まあ、若者ってこれから、うんうんうん、まあ、ずっと一緒の色っていうわけではないんですけど、ちょっと毎日今日はこの角度だと、うんうん、あ、こんな色に見えるんだっていう、ちょっとこう口喜びみたいなのが出場面で、なるほど、色が変わって見えるそうです。はい、こんな感じになってます。はい。